皆さんこんばんは。こんにちは、こんばんは、こんにちは。今日は劇場公演です。なんだろう、めっちゃ締まりが悪いんだけど、今日劇場公演頑張ります。頑張っちゃいますね。前髪が変だ、直しちゃおう。20分くらいまでショールームしてもう終わりです。コンサート前なので、なんかリハのコンサートの公演の前にいろんなコンサートのことがあったりするから、ちょっと忙しいんですよね。ちょっと消します。充電があと 19% しかない。充電をします。
ドーナツを食べます。わかーん、このなんかカスタードが入ってるやつ、いただきます。どこのナッツですからって、クリスピードナッツ、明日の声のために頑張ってました。では頑張っちゃって、本当は明日髪の毛染めて新しい髪色で公園出ようと思ったよ。なんだけど公園前に一個入ってしまって、お仕事が罰になりました。悲しい。悲しい、めっちゃ。だから明日もこの髪色です。こんにちは。こんにちは。おいしい。はあ、お腹すいた。もう一個食べようかな。いっぱい食べよ、いっぱい食べよ。夕暮れのポップな雪は首さの音で寂しくなる。右隣に並ぶように歩いても飛んでる影、あなたと腕を、トットとチャンネルの動画面白すぎましただってねえ、見ました？みんなトットとチャンネル見、もう見てない人はもう急いで見て、今もう私のショールーム見ないで見てほしいくらい、本当に見てくださいやばい、すごい。収録してめっちゃ疲れたもん。一番面白い、今までで一番面白かった。なんかじわじわくる面白さ、なんかもう
ってなっちゃう感じもう顔があれだったんですけども、あの本当 YouTube 載せられない顔してたんですけど、でも面白かったからいっかと思って。やばいよねあれ。なんか私はその唐揚げしたじゃないですか。そう唐揚げをして、あの1巡目唐揚げにしたんね。で2巡目も唐揚げにした理由は、あのどうしても欲しかったよ。だからもう唐揚げ1個、私あれ唐揚げもう唐揚げ1個、もう1個の唐揚げが欲しかったの。だからいっぱい欲しくて、そう唐揚げって書いたらもらえませんでした。お昼に唐揚げを食べましただって。え、ほんと食べてほしい唐揚げ。唐揚げ、お弁当絶対唐揚げ欲しくないですか？だから私愛知のお弁当とかさ、もう美味しいと思うけど、でも絶対私お弁当って言ったら唐揚げだと思う。なんか愛知のやつは幻じゃなかった、幻とか書いてるから幻とか言っちゃった、幻じゃなくてマイナー、うん、私絶対唐揚げが欲しいんだけど、特にお母さんが作ってくれる唐揚げ、ゆえちゃんあれだけど、私も一緒にお母さんが作ってくれる唐揚げが、手こんで作ってくれる唐揚げが一番うまい、ほんと。だからお弁当なんだろうと思って、そうでお弁当箱開けたら唐揚げがあったら、そうそう今日唐揚げ弁当食べましただって。とりあえず唐揚げ食べよう。え、今日めっちゃ唐揚げ食べてる人多いやん。みんな今日は唐揚げを食べてください私もお弁当、今日劇場のお弁当で唐揚げあったらもう絶対唐揚げ頼みます、絶対頼みますねえ、マジで面白かったよね。だから私でもなんか、そもそもなんで あんな最初に笑ってたかっていうと、最初私服で撮る予定だったんですよ。でもなんか上にジャケットとか着て、そのドラフトをね、そのよく立場逆なんだけど、なんかジャケット着ても面白いんじゃねみたいな感じにキャプテンが言ったんかな、愛知が言ったんかな、でもノリノリだったから愛知な気がする、愛知が言って、そうそう、これでしたらもうそのなんかシュールや、下普通のジーパンとかでみんなめっちゃおもろくて、もう本当にしんどかった。あれ私電車の中で見たんだけど、電車の中で見るもんじゃないね、もう結構えぐかった、面白すぎて、本当面白かった。でもとか言いながらもさ、キャプテンもさのりたまとかしてるやん。だから私はその感覚でキャベツを敷こうと思ったよ。そうわかる、そののりたまみたいな感じでこう緑を入れたかった。でもほうれん草のソテーとかにするといそうだなって思って、私はあれつけてしてあるものよりもなんかそのままの野菜が好きだからキャベツって書いたんや。したらなんかもうっていうお弁当になりました。今夜上手にいますだって。オッケー、あれは再生回数上げたいですね、上げたいですね。今いくつかなみんなもなんか面白い面白いって言ってください。4000回、これから増えるんか。
エビグラタン入れてって。私もエビグラタンも好きやった。でも唐揚げが一番好きだったな。こんにちは、こんにちは。今日は20分で終わりにします。ドーナツもう一個食べたいとこだけど我慢しようかな。パッ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 パン。りのりのり行きました。さっき3通くらいボボボボーンと送りました。送っちゃいました。昨日おととい土日があんまり送れなかったので送りました。1387おめでとう、ありがとう。ラジオ聞かないともありましたね。そっちも面白かったですね。大木さんのね曲が流れて面白かったですか。そう、なんか先週も今週もマシュガ、あ、マシュガからの聞かないとって感じでしたね、両方。そうなの。で、今度楽しみ。で、私も楽しみ。今日もよろしくね。私も聞かないと聞きましたよ。それでは聞いてください。いちご大福でキッチンと恋しよう。面白かった。娘さんの高校の卒業式でした。素敵。何かならバケツをかぶれ。コンサートの後に韓国行かないと。韓国いいな、行かないといけないのに。パスポートがなくなってしまう。私顔がめっちゃむくんでる。韓国行かないといけないのにパスポートがなくなってしまって5日の公演行けそうになりません。探してね。あ、発行し直さないといけないんか。大変だよね、パスポートの更新。コンサートで会いましょう。
わ、そろそろリノウチュアが届きますだって。私ね、今日ファンの人じゃないや、間違えた、事務所の方からもらったんだけどね、可愛かったけど、なんか髪色が良くなかったかも。髪色がもうキンキンの時に撮っちゃったから良くなかったかも、あんま可愛くない。私あの青ちゃんのコンサートの時かな、笑顔の笑ってるやつ、後ろにリノちゃんって書いてるあるやつ、あれが好きかも。何だったっけあれ、何のコンサートだっけ、春か、春のやつか。あれが好きかな。今回のやつは可愛いんだけど、ちょっと髪が明るすぎ、もうなんか汚い色になってた。なんか手が乾燥してる。ふむふむだって、ふむふむ。あ、もう19分になったので、そろそろ終わりにしようかなと思います。アイテム見ます。ニシプーカズさん、ドマさん、サシスセソ言いにくい、サシスセソ、よし、やすさん、さきちゃん、ザキザキザキ、高ようじ、ひる、ひえ、ひる、ひる、ひるあんどん、はじめまして、滝田さんのフォローマスター、久しぶり、マイピ、カズさん、ウィンパディ、エウリカ、松山さん、アイデューパパ、吉田さん、ザキザキザキ、アイリューパパ、ノブリン、マトンさん、トシさん、アイリューパパ、ハシムッチ、ハニーさん、カズさん、ニコラス、ニジプー、イチゴさん、ペッちゃん、クマありがとう、モン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 、オカモ、カズピピありがとうございます、ありがとう、ケイカナヒロトくんありがとう。はい、ではランキングを見ていきたいと思います。13位がウィンパリー、12位がいちごさん、11位がオカモ、10位がカズさん、9位がアイリューパパ、8位がエウリカ、7位がニコラス、6位がラナちゃん、5位がノブリン、4位がザキちゃん、3位がモエピ、2位がトマさん、1位がハセボのてっちゃんでした。ありがとうございました、ありがとう、キュンキュンキュン、ありがとう。今日も公演頑張ります。
ありがとうございました。バイバイ。